感染症がご専門の国際医療福祉大学松本哲哉主任教授にお話を伺いします。松本先生、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いします。まず大阪など6府県ではですね、緊急事態宣言が前倒しで解除となりますけれども、気になるのが東京の新規感染者数ですね。今日日曜日329人です。1週間前の21日よりですね、57人増えてるんですね。2日連続で300人超えてますし、昨日の土曜日も前の週と比べると増えているという状況なんですね。松本先生、ぐーっと今までこう減らしてきまして、そして、先ほど都知事が言ったようにですね、下げ止まっているというよりはちょっと増えているというコメントもありました。懸念されるリバウンドも少しこの心配されるような状況ですけれども、先生は今の現状どうご覧になってますか？かなりのところまで感染者数は減ってですね、私はこれに関しては多くの方の努力だと思っていますので、本当に感謝しております。ただ残念ながら知事もおっしゃられたようにですね、もう下げ止まりというよりは、もしかしたらもうすでにこの時点である程度も人出も増えておりますし、緊急事態宣言の時のですね、緊張感もだいぶこう緩んできていますので、そういう意味ではこれからですね、場合によってはもう解除されてしまうと急激に感染者数もですね、増えてきてしまう可能性も十分あるんじゃないかと思います。でましてややはり今心配されるのは変異ウイルスですので、これがですね、まだ今の時点ではそこまでの勢いじゃなくてもですね、これから先もしその影響が出て、変異ウイルスが第4波につながるような状況になりますと、これは第3波の数よりもさらに大きな山になる可能性もあるんじゃないかというふうには思っています。はい、その変異ウイルスなんですけれども、分科会の尾身会長らもですね、強い懸念を示しています。現在の日本でのこの変異ウイルスの数なんですけど、森川さんどうですか？はい、26日時点のものなんですけれども、全国17の都府県で合わせて207人の方の感染が確認されています。でここ2週間で100人以上増えているというペースなんだそうですね。またこの他にですね、イギリス型や南アフリカ型、ブラジル型とは異なる変異ウイルスも新たに確認されているということなんです。はい、違う変異株も確認できているということなんですね。はい、先生、ニューヨークとかですね、それからフランスでも変異ウイルスのこの割合というのが増えているという報道があります。これを考えますと、日本でもですね、このまま進行もしすると、その変異ウイルスとこう割合が入れ替わる、そんなようなことも起こりうるんでしょうか？その可能性は十分にあると思います。まだ現時点ではですね、把握できている数はそれほど多くはありませんけども、まだこれはですね、今感染している方全員をずっと調べている状況での数ではありませんので、ある意味、氷山の一角になっている可能性もあるんじゃないかと思います。で、これからですね、その今の時点ではある程度少ない数だとしても、感染力が強いウイルスですので、これから従来のウイルスに置き換わってですね、増えてくる可能性もあると思います。そういう意味では今の感染者数をもっと減らして、先ほどのビデオにもありましたように、100人程度までとにかく抑え込むということが重要になってくるんじゃないかというふうには思います。はい、今松本先生にも言及していただきましたけれど、シミュレーションしていただいた結果を見てもかなり減らした方がやっぱりその後の対策というのができますし、余裕もできるということなんですが、その解除時の人数によってその後というのはやっぱり対策のやりやすさというのも変わってくるんでしょうかね？やはり感染者数が少ないということであればですね、ある程度やはりその例えば全部の感染で陽性、ごめんなさい、検査で陽性になった方を変異ウイルスかどうかというのを確認する体制も比較的早く取れると思いますけれども、もう第3波のピークの時のようにですね、相当な数が出てしまいますと、正直言ってそちらの方に振り向ける労力もなかなか難しいと。そうしますとですね、やっぱり変異ウイルスの対応が後手後手になってしまう可能性があります。なので今少ない、今の
この状況の中でですね、変異ウイルスに対応できるような準備を進めていって、そしてある程度こう戦略的にですね、感染の起こりやすいような集団ですとか地域だとか、そういったところにもうあらかじめこちらから入っていって、検査を進めていく、そして変異ウイルスかどうかを確認する、そういった体制を進めていくことによって、ようやくこれから先の増えていく可能性のある変異ウイルスをしっかり封じ込めることができるんだというふうには思います。ある意味そう、こう発生してから受けの検査というよりも攻めの検査がもう少なければできるということですね。はい、多くなってしまいますと、なかなかもう変異ウイルスはですね、もう抑え込むこと自体が難しいので、今のうちに把握して、そして抑え込む方向の行動を取るということが重要だと思います。はい、当然考えれば減らせば減らせるほどいいわけなんですけれども、藤川さん、その政府もですね、ここ最近そのずっとこう感染者をとにかくやっぱり減らさなきゃいけないんだっていうような姿勢が続いてきたように見えてたんですけれども、この最近のまたこの解除に向けてですね、経済モードにちょっと切り替わってきたのかなという感じもするんですけれども、このあたりはどうですか。実はその官邸サイドは一貫してその経済が疲弊することを危惧していて、できればなるべく早く解除をしたいっていうのは考え方としてずっと続いてるんですね。ある種ずっと経済モードってことですか。はい、そうなんです。ただその専門家の方の意見や世論に押される形でなかなか思うように解除が進まないというような状況になっていまして、今回のその6府県の解除をめぐってもですね、その感染状況のステージの基準はクリアされていて、そしてその知事からの解除の要請もあって、ただその専門家の反対が予想以上に強かったために、政府としては条件付きの解除という形になったということなんですね。ですからその3月7日の今度首都圏をどうするかということになった時に、またその官邸と専門家との間で同じような対立が起こる可能性というのがあります。なるほど。松本先生、3月7日近づいてきましたけれども、今の話をそのまま聞きますと、その政治判断とそれから医療サイドのですね、専門家の皆さんとの温度差というのがまたはっきりしてしまうのかなという感じもしますが、先生はどう考えてますか。やはり経済的なことを考えれば、そろそろもう3月7日に解除したいという判断はあると思いますけれども、今回6府県の1週間の前倒しの解除でさえもですね、やはり分科会の先生方たちはかなり慎重なご意見が出ていると思います。でましてや1都3県のまだ完全には落ち着いていない、かなりこうくすぶって場合によってはもう上がりかけているこの状況の中で、もし解除するかどうかということに関しては、かなりやはりその政府の方と分科会との意見がですね、ぶつかり合う可能性があるんじゃないかというふうには思っています。松本先生はここまでです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。